大道町人祭でのオイラン道中オース。大道町人祭は、毎年10月中旬に、愛知県名古屋市中区のオース地区で行われるイベント。1970年代後半、堺や名古屋駅前の開発が進んだことにより、人影もまばらな商店街と化していたオースに客を呼び戻すために企画された。発端となったのは1975年6月28日に、開催された。 人間の祭り、アクションをオースで、当時名城大学助教授だった池田法一の発案によって、第二のふるさと創造をテーマに掲げた、このイベントは35万人を集めた。これに刺激を受けたオースの商店主らによって、1978年10月14から15日に、第一回オース大道庁人祭は開催された。1976年からオースに移り住んでいた。 原智彦を実行委員長とした最初の大道町人祭には寺山修司も賛同して参加している。当時は高度経済成長による世相の変化もあって、大道芸人たちが行き場を失いつつある時代であったことから多くの芸人が集まったが、現在のようなジャグラーやマイマーなどあまりいなかった時代でもあり、若干驚々しいものであったという。 それでもバナナの叩き売りや陳丼山で含めた多くの大道芸人が一緒に集まることが目を引いたのか、多くの客がオースに訪れたと伝わる。第1回から回を重ねた大道町人祭は1997年に名古屋都市景観賞を受賞し、2007年には30周年を迎えた。全国から集まった数多くの大道芸人がオースの街中などを舞台として芸を見せる。 このイベントが発端となり、オースは普段でも、大道芸人の姿が見られる街となっている。一方、祭りの花でもある、オイラン道中のオイランやハゲは、市民からの公募によるもので、オイランにつくかたがしの男衆は長らく、ロック歌舞伎スーパー一座の座員が務めていた。大道町人祭の傾向として、続けて参加する芸人が多いことが知られる。現在までで一番長い参加歴を持つのは、 ギリアーク天が崎である。ありがとうございます。